トラックスは GM が製造、シボレーブランドで発売している自動車である。2007年のニューヨークモーターショーで発表されたトラックスコンセプトを源流とし、2012年のモンディアルドロトモビルで市販型が発表され、2013年前半に発売を開始すると発表。生産国のメキシコや韓国等をはじめとした世界140カ国以上で販売される。 GM の世界戦略者であり、ビュイックアンコールやオペル目下は、同じ GM グループにおける兄弟者である。ただし、オセアニア市場においては、他のシボレー車同様、ホールデンブランドでの販売となる。当初、米国市場へはアンコールが販売される関係で、投入されない方針だったが、2014年のニューヨークモーターショーで、同年内に、同市場にも投入されることが発表された。また、 ロシア市場においてはトラッカーを名乗る。外観デザインは各ブランドの趣向に合わせて変更を受けているものの基本的なメカニズムは共有する。トラックスの場合、シボレーのアイデンティティである防体エンブレムを活かした造形とされるのが特徴である。シボレーのラインナップにおいてはキャプティバの下に位置する車種で 4248mm の全長は キャプティバより 440mm 以上短い。2013年7月29日、GM は韓国の新車アセスメントプログラムにて93.5ポイントを獲得し、安全面で最高評価を得た。2016年10月17日、韓国にて改良系を発表。フロント部分を全面刷新し、スパークやマリブに通じる最新のフェイスへと変貌を遂げた。 他国仕様についても、同様の変更が順次行われた。プラットフォームは、アベオヤスパークと同じ GM ガンマニを採用し、エンジンは1.24リットルガソリンターボ、1.6リットルガソリン、1.8リットルガソリン、そしてセディティと呼ばれる1.7リットルディーゼルの3種を用意。トランスミッションは1.6リットルには5速 MT、1.4リットルと1.7リットルディーゼルには、 6MT が組み合わされ、1.4リットルと1.7リットルディーゼルは6速、AT とトルクオンデマンド方式の 4WD も選択可能である。また、MT 車にはアイドリングストップ機構も備わる。ありがとうございます。